それではライダースミーティングの方始めていきます。それでは皆さん、おはようございます。フライジムカーナ第2戦、なんと今回は記念すべき第10回大会ということで、10回まで来ました。素晴らしい。さあ、それでは大会の方始めてさせてもらう運河大海と申します。一日お願いします。おはようございます。説明の方を始めていきたいと思います。神々の競技説明を始めていこうと思います。お願いします。さあ、今日のコースなんですけど、全部足つき負荷になります。全て足つき負荷になります。そして突き練習したのに、まあ、疑問になってたあのフリーターン、フリーターンは全て前後輪通過、前後輪通過で、お願いいたします。お願いします。全て足つき負荷の前後輪通過でお願いいたします。入ってます、入ってます。競技説明の方行きます。さあ、それではジムカーナーなんですけど、ここから今日初心者が3名か4名ぐらいいるんで、ちょっと多分ですけどきっちりとやらないと思いますので、よろしくお願いします。さあ、それではジムカーナーなんですけど、今回ここがスタートです。で、スタートのところにチョークで、クロスして線を引いております。そこにフロントタイヤを入れて待っててください。で、またスタートの説明をするんですけど、そのスタートの音がしたらスタートして、コースを走ってゴール来てタイムを競う競技になります。で、そこでペナルティがあります。ペナルティ。さあ、そのペナルティなんですけど3種類あります。1秒加算、3秒加算、失格。さあ、その1秒加算なんですけど、フライングはまたスタートの方で後やります。パイロンタッチ、パイロン倒したり、パイロン1個当たることについて1秒します。1秒。ただその、あとキョールターンのサイドライン割り、あと今日は、パイロン以外にその悪いマーカーを置いてます。吹雪てるマーカー、そのマーカーを踏んだら1個につき1秒とさせてもらいます。1秒とさせてもらいます。そしてそしてバタ足、今回足つくごとに1秒ずつ加算になります。やばい。でも、そうして連続で足をついた時、1、2、3と連続でついた時は3秒を上限として、3目の上限として4歩目からは3歩までという上限でやらせてもらおうと思います。この4歩、3歩続いたのがまた違うところで続いたら3秒、3秒となります。3秒を上限で足つきが取ろうと思います。1秒加算はそれですね。そして3秒加算は、強度ターンでの通過ライン不通過、今日でいうとその前後フリーターン、仕掛けたけど後輪だけ通ってない、例えば仕掛けたけど前後に通ってないという時は、今回3秒加算にしようと思います。3秒です。負けないです。3秒ターン、そして3秒加算はゴールエリアのはみ出しなんですけど、タイヤが入っていれば OK です。タイヤが入っていれば OK で、それでタイヤは入ったけど足が出たりするのは、足は OK、 タイヤが出たらアウトです。タイヤが出たらセーフ、タイヤが出たらアウト、タイヤが出たらアウトで、この中に線を引いております。線を引いて、その中に止まってください。それが出たら3秒加算になります。なるほど。そして、さあ、失格、赤シグナルスタートで、赤シグナルでスタート、まああとそれもスタートで最後一緒にやろうと思うんですけど、そして失格、他人の手助けが必要な場合、まあ車両とか止まった時は失格とします。そして、健康医があれば、もう自分が見れば即失格とさせてもらおうと思います。そして会場内は全てヘルメット走行でお願いいたします。ヘルメットをつけて、ヘルメットなしで走ってるのを見つけたら地毛選手が怒りに行きます。怒りに行って俺が失格にします。全てミスがあったね、この2ヒート目で。さあ、川田選手です。
ゴールタイムロン